こんにちは、ハイブリッコちゃんです。今日もですね、JA 佐久浅間さんのご好意でこちらの、会議室をお借りして撮影させていただいてます。今日もホワイトボードを使いまして、地球上に住む生物当てクイズやりたいと思います。はい、一文字目と絵を描きますので、何の生物を描いているのか頑張って当ててみてください。はい、では第1問、一文字目はミ。ミのつく生物。なんとなくね、知ってる。見たことはない気がする。こういうイメージです。この子はなんかね、これでわかるかな。こういうイメージ。はい、分かっていただけたでしょうか。正解をじゃあ言います。正解はミーアキャット。ミーアキャット。はいはいやっぱ横向いてるこれがね、ミーアキャット。はい横向いてる。説明文。30頭までの群れで暮らし、協力して子育てや見張りを行う。見張り役は危険を感じると吠えて警告する。ワシやタカなどはミヤキャットを巣穴から追い立てようとする。巣穴から追い立てよう。30頭までの群れで暮らし、決まってるんですね、30頭までのってかわいい。もう31頭だからダメだよ君って言っちゃうんですね。だいたい1クラスぐらいですかね、学校の1クラス30人くらいなのかな。そう考えると学校のクラスってじゃあちょうどいい数なのかもしれないね。ミーアキャットと同じ数でクラス分けしてるね。30頭かわいい。先生とかいるのかな、もしかしてね、学級長とかねいるのかもしれない。はいはい、ミーアキャット当ててもらったかな。では第2問、一文字目は C。 はい、 C ね、 C。 ちょっと扱いね、この名前を解読しますね。何これ、ちょっとこの動物描くの苦手なんですよね。どうやって描こう。好きですけどね、この動物。けどね、描くの難しいんですよ。しかも何この名前ちょっと木描こうかな。どうなんだろう。
どうやって書こう。どうだったっけ。覚えてないな。この子は苦手、本当に。前も書いた気がする。やだん、すごい嫌だ、すごい嫌だけど。どうだったっけ。しゃ、どうしようどうしよう。誰誰も誰これ、せめて尻尾だけでも正確に書こう。尻尾はね、なんかこんな感じ。こう。いいのかしら。ちょっとこれで、これ以上手を加えるともっと悲惨なことになりそうなので。これでお願いします。はい、考えてみてください。何でしょうか。はい、じゃあ正解言います。言いますよ。白星赤もエビ。誰、白星赤もエビね。ただのエビじゃなくて、こうミドルネームっていうんですかね、いっぱいついてる。白星赤もエビね。どんなですかね。はい、こんな、見たことない、見たことない。あ、そっかそっか、エビってね、こういうエビ、エビか、エビだな、うん、難しいんですエビね。じゃあ説明文読みますね。白い靴下を履いているように見えることからホワイトソックスとも呼ばれる観賞用のエビ。珊瑚礁に生息し、魚の体についた寄生虫や食べ物を食べ残しを食べてきれいにする。あら、いい子ですね。そう、なんで靴下みたいなの書いたっていうと、こっちのね、名前の方にね、ちょっとだけヒントがね、たまに書いてあるんですよ。靴下を履いているみたい、白星赤もエビっていうね、でも渡されてるので靴下履かしてみました。じゃあ足の数が多かったね。はい、難しい、エビ書くの難しい、美味しいけど。はい、じゃあ次ですね、3問、第3問は、よいしょ、はい、第3問一文字目はか、かです。かのつく生物。目じゃない、耳。後で書こう。こういうイメージね。
ミニがどうだったっけな。三角？お、三角っぽい。こんな感じ。こんな感じ。はい。はい。これで完成です。かのつく生物。はい。何でしょうか。はい。正解は、カバ。カバさん。カバさんです。カバさんは、はい。あ、あ、岩みたい。岩。はい。カバさん。なんか歯がね、歯がこういうイメージですけど、歯が見えない。大きいですね、やっぱりカバさんは。はい、カバ、吸収をせずに、呼吸をせずに5分間水に潜ったままでいられる。へー。足には水かきがあり、鼻と耳は水中で閉じられる。群れは昼間は水中で共に過ごし眠っている。夜は陸に上がって採食する。あ、そうなんだ。足に水かきあるんだ。すっごい意外です。へー、意外に水の生物カバー意外でした。へー、はい、カバーさん、あ、バー書いてなかった。はい、はい、今日は、ミーアキャット、白星赤もエビ、カバさんね、書きました。はい、ではまた、バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。 Thank you for watching ハイブリッドチャンネル today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.